仕事とか家庭で誰かと話さないとき、結構会話って揉めることってありますよね。実はですね、会話をするときに一番大切なコツっていうのは、相手をリラックスさせることなんですよね。本当に相手が揉めていく、会話が揉めていく、相手がリラックスしてない時に、実際に心理的に相手の脳に何が起こってるかっていうと、実はね、悪魔のカクテルって言われてるこの2つのストレスホルモンが流れるんですね。でそれは何かというと、コルチゾール、そしてアドレナリンっていうのが流れるんですよ。本当に会話中に脳の中の視床サルマスっていうところに情報が入ってきて、アミグドラの扁桃体っていうところが、これはミニ恐怖を感じることだって判断した瞬間に、このホルモンがリリースされるんですよ、ストレスホルモンが。で何が起こるのかっていうと、イライラし始める、ね、そしてうわーって相手をかかっていく、攻撃するっていうね、発言とか行動が入ってくるんです。なぜかというと、自分の脳がこの会話には私のサバイバル、私が生き残るためにね、挑戦してサバイバルに身がかかるものだって思った瞬間に、自分を守ろうとするんですね。なので会話している時にね、揉めるっていうことはね、相手が恐怖を感じていて、戦うか逃げるかっていう、この動物の生命のサバイバルを選ぶっていう状態になってるんですね。なので普段冷静な時に絶対いない発言とかを言ってくるチャンスが科学的に上がっていきます。もう一つ気をつけないといけないことは、自分がリラックスしていない会話の時、ね、自分が怒っているってなると、自分が冷静じゃないと相手が冷静にキープすることが非常に難しくなるんですね。なので会話のコツ、もう一つでも守らないといけないっていうことは、安心感をキープすること、リラックスをキープすることです。Thank you so much for checking out this video, and I'll see you next time.